日本の半導体材料メーカーというのは納期管理がしっかりしていて、いわゆるジャストインタイムで納入をしているということがあるので、まあ、在庫がそもそも あまりないという、こういった背景があると。サムスン電子の副会長が日本のメガバンクなどとの協議を調整していることが分かりました。